ハイチープロジェクトへようこそ、チェさんです。ミアオートマタ続きやっていきましょう。すごい音楽が儚い感じ。水没都市さ、多分ね、釣りしたらさ、もっと手に入るんだよ。確かね、ここだったと思うんだけど、違うかったっけ。見えねえ。なんかすごい切りかかってんな、どこも。報告進展。なんだこれ、メダカか。なんか奥の方だったっけな。へっへっへ、釣れた釣れたんだけど、レーザーなのか。何にしよう。ミサイル使うことないかな。レーザー使ってみたいな、これ。何これ、すごいな。ちょっと使っていこうか。また何か書いてあるな。何書いてんのこれ。魂の箱と記載。はあ、魂の箱、意味深だな。また強いんかな。すごいなこれ。早くに手に入れたかったんだけど釣れなかったんだよねこれ。やっぱ場所があんのかな。一番奥じゃ釣れないのかな。ディティールめっちゃ綺麗じゃない、 9S の顔の感じ。くら、明かり。うわ、なんかここ白いな。なんかある。敵が。うわ！中にいる敵？こっちのが苦手かも。開けといて、敵型が嫌い。オッケー。そしたら裏回しないが怖くない。やだー、ハッキングか。システムプロテクトを解除しないとコアまでたどり着けない、そういう仕組みか。こっちのがやだな私。どっちのが楽なんだろう、微妙だけどね。割とあのこれなんか資源ユニットっぽいよ。おめでとうございます。ふざけやがって。取得経験値アップ。変な声出ちゃった、ごめんもういっぱいいっぱいなんだけどね。回復ドロップいらないっちゃいらないんだけどな。衝撃波はいるな。これ外して、どれだっけ、あれ補助か。22でかいな。これも外そうか。何歩空いた。あーでもそれでも20か、あと2。いやこの2つはいる。いやいるな、欲は書かない、欲は出さないでおくか。
武器。何ということでしょう。あなたは大変たくさんの機械生命体を殺害しました。おい、その努力を褒めたたえます。言葉悪すぎだろ。この武器なんだ。もうなんかだいぶ、あ、刀だ。へえ、かっこいい。しかもこれ小型犬扱いなんだ。え、かっこいいな、刀。刀かっこいいじゃん。でも多分、うん、攻撃力はゴミクスだから。なーにこれ。いた。いた。あー、外枠触っちゃダメなのね。オッケー。ちゃ、いた。え、若い、やりづらいこれめっちゃ。こうだ、こうだ。あとはもうまっこっち。オッケーオッケー。あー怖い。連続ダメージが欲しい。なんかプラス6が当たり前見たくなってきてるな。ちょっとプラグインチップ強くしたりとかして直し考えようか。分析。この回のブロック装置は2箇所。2箇所。すべてのブロック装置をハッキング。オッケー。なんか上登らされてるけど。あった。分かんない。うわ、嫌なとこ来たな。うわ、これ動きづら。あ、動きづらい、あんなとこ。どうしよう。あのギミック苦手なんだよな。あの赤いやつ合わせる。これ苦手なんだよな。あーやー、これ難しいな。反対側行ってみるか。こっち側行ってみよう。なんもねえじゃん。びっくりするほどなんもねえじゃん。あそこか、やっぱ。あれ、なくなった。おい、簡単にしてくれてんじゃねえよ、お前。舐められたな。舐めやがってよ。で？え、どこどこ？あっちだよね。いやでもこっち行ったとてだな。なんだ？アスレチックか？いや、あっち行ってもなあ。ん？下行ける？あ、あった。
ゼルデンで育ってきた私にそんな地形ギミックが効くと思うなよ。最近のゼルデンしてないんですけどね、全然。解釈違い起こしちゃいました。というか、スイッチを持ってないし。欲しいですけどね。これ絶対こっちっしょ？いかんでいいんかい。何？等システム概略022ポート062423等システム概略。本等は射出装置を中心に資源回収ユニットから送られた各資源を処理情報化するための施設である。256層6階層からなる構造体は情報工場速度2300以下の情報物質をろ過処理圧縮から移出体への記録までを27分32秒で行う。アンドロイドたちを分解消化するためのルートについては詳細を別途記載する。あ、どういうこと？意味がわからんないけど。情報処理、資材回収ユニットから資源を吸い取って処理情報化する施設。アンドロイドの消化とか書いてるけど。あのでかい構造物は何かの発射台なんだ。あれだけの施設、宇宙に向けて。何すんの？まさか月面の人類サーバーを狙った大砲。情報不足のため否定も肯定も不可能。くそ、何あれ。分析、この回のブロック装置は3箇所増えてきた。分かってる、全部ハッキングすればいいんだろう。 9S がまたなんかポットとは喧嘩しないでお願い。仲良くやってきた相棒じゃんよ。なんだ、なんか不規則な動きしちゃってる。あれ、開かない。難しい。ハッキング苦手だな。なんかね、とある筋に聞いたらね、オートにするとクソほど簡単らしいんだけどね。オートは。これやり直したい。もうやり直したいよ。もうやり直したいよ。もうあと1機しかないもん。あの、不規則やろう。やばい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 。狙ってきて。やだー不規則じゃなかった、あいつは。ポットせっかく手に入れたのに関係ないじゃん。あいた。あとはあの突っ込むのよくないんだよ。こうやって突っ込みがちなんだけどさ、確実に仕留めていこう。こんなもん FPS 一緒だ。相手の出方を見てちゃんと学習して。ねえ、ちょっと狙って。そっちじゃない。なんか音電子化してるけど、9S大丈夫そう？うわぁ。よくねえ、これ。すごい、すごいカット編集されてるかも。
か。集中力途切れてきた。違うの行こう。うわ、なんだこれ。コアが何個もある。苦手。あれ出てくるだけでほんまに難しい。ぐんと難しくなる。無理に避けようと思うな。無理に避けようと思うから、赤いのに当たって攻撃食らうね。命助かった気がする。あかん、冷静さを欠く。全カットするもあり。もうギミック見たやな。もういいよね。もういいよね。もうギミック見たくないよね。もうね、いいよね。イライラするよね。私はもうイライラしている。治安良くない、治安良くない。痛い痛い、もうやんや、もうほんまに嫌。オーケー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 。冷静さを欠くな。あー、もう冷静さとかないね、マジで。ほんま冷静でおられるかいっちゅうねん。働きだっけな。あー、ぶっ壊しは早いんじゃねえのこれ。上からガンってやろうや。いた、なんで。オッケー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 。あの追尾マジで鬱陶しい、おらー。治安悪すぎ。すいません。あー、でもあともう一個はこれ最後の方が一番面倒くさいじゃないの。嫌なんだけど、あの簡単中くらいめっちゃむずいみたいなの書いてほしい。心の持ちようが違うから。
なるほど、やりやすくなるよね。よし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 。あ、なんか待てた。あ、ブロックボックス。以下の資料は夜波計画の最終工程を記したものである。なんでここにブロックボックスが。本資料は機密レベル SS ですし、バンカー司令官を含む全ての夜波関係者に開示してはならない。バンカー司令官を含む。じゃあこれ司令官も知らない。ブラックボックス、夜波機体にはブラックボックスというユニットが搭載されている。これは地球生命体の、あ、ごめんなさい、機械生命体のコアを流用したものであり、夜波機体は機械生命体と同じ意識構造を持つ。ブラックボックスが採用された理由は、最終的に破棄される予定であるアロンドロイド兵器に通常の AI 搭載するのは人道的見地から許されないという判断に基づいている。え、なんだよこれ。あるじゃん、じゃあ過去に同じこと。おいおいおい、いらんこと知ってない。これ夜波部隊のブラックボックス回路が機械生命体のコアでできてる。そんなバカな。じゃあ機械生命体じゃん、夜波。あるはずない。だから回路こう混ざったりするんじゃない。あ、大丈夫なんやす。じゃああれウイルスとかじゃないじゃん。普通に共鳴してとかじゃないの。あれ、ノイユースだ、ノイユースだ、ノイユースが入ってる。あれ、なんだこれ、体が。これは僕の記憶。あ、どうして誰かいる。これ 2B と一緒に、 2B がいる。2B、2B のデータ。これが思い出だとしても、僕は やめろ。アダムと一緒だ。アダムと一緒だ。殺してやる。
ちょっとショッキングすぎるって、どうすんのこれ。どこに向かうのこの物語。ちょっと。やあポット。そうか。9S がそんな状態に。9S の精神状態は危険な状態に達しつつある。早急な対処が必要だ。モニタリングする。あ、A2 に変わる。A2 の通行支援開始。え、まあいいか、ポット使えたし。あ、おい、私のメンタルどこ行ったらいいんだよ、お前ら。 9S のメンタルばっか気にしやがって。それじゃ司令部行ってみよう。ここは私が。ダメ、4号。ボロボロやんけ、こいつもこいつで。識別番号 A2 の起動を確認。おはようございます、 A2。 すごいかっこいいな、この子。うわ、セクシー。なんだ、お前。私は随行支援ユニットポット04にヨルハキタイ A2 の射撃支援を担当。そんなこと頼んでない。皇帝、 A2 からの依頼は受けていない。この行動は全随行対象機体の 2B からの最終命令として記録されている。必要ない。ヨルハキタイ A2 にその判断をする権限はない。勝手にしろ。権限はない。強っ、強め。一体うわ、すごい格好。何なんだあのでかいのは。不明。役に立たない箱だな。挑発できる。あ、2本持ってるぞ。スキルとかどうなってんの。 B でちょっと A2 用のやつ組むか。ハッキングとかいらないもんね。いらないな。うわ、この子動きすっごい、グリグリ動く。どっち、何が強いんだよこれ。違うわ、槍か。これ一番強いの、これか。やっぱ夜吐きたいのやつが一番強いんやな。で、スキルか。まあいいか、ちょうどいいから今日ここで終わるか。はい、ご視聴ありがとうございました。次回からは A2 です。ちぃさんでした。